はい、どうもです。KOF 練習対戦研究実況プレイ第12回、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。で、今年一発目のキャラクターは、フォア・ジャイということで、フォア・ジャイはなんか一部すごい人気あるけど、ひゃひゃ、俺がロケテでね、見た時の印象はグラフィックがジョーのコンパチじゃねえかと思ったんですけど、まあ性能的には全然違うんでね、全く触ったことないんでフォア試合はね、まあ、ガロワン以来のフォア試合ですよ。本当に20年ぶりぐらいのフォア試合ですね。これ宝ガロー以来だよ。ほっちゃんですね。ほっちゃん、よし、行きますよ。どうなんだ ?8D 強そうだな。ああ。立ち引きとかね、ジョーとほぼ一緒な気がするんだよな。なんか、いろんなモーションがさ。いろんなモーションがジョーと一緒じゃないかっていう。あ、立ち振っとは違うな。違うってまあ、13のジョーはまだ触ってないかわかんないですけど。この辺のモーションもジョーと一緒じゃない?本当に。そんな気がするが。首相撲、膝地獄。ジョーと一緒じゃない?ああ。スライディング、特殊技も、ああ、膝曲がってるし。あ、ダームは取れないんだな。ああ、ジャックから繋がる。あ、遠距離 B が、立ち B がキャンセル可能。あ、なるほど。こっからキャンセルできんのかな?足払いキャンセルできるね。壊しはキャンセルできないけど。うん。で、ドラゴンキック。あ、ジャックと今日で違うね。ジャックの方が対空っぽいね。1ヒット技なんだね。あ、キャンセルできるじゃないか。これ使いやすそうだね。今日は2段技。ああ、今日の方が発生遅いけど、好きなさそうかな。あんまりめり込まなければ。ガードさせないとわからんか。1ガードジャンプか。あ、やっぱさすがにめり込んだら隙あるね。遠目なら、先端だなぁ。どの辺かなぁ。微妙だね。ちょっとだけ、まあさすがに不利ではあるけど。うん。まあ今日は連続技よって感じだね。おっと。スライディング弱か。キングは今日だったからね。で、EX。長いな。カット部ね。1ヒット技か。無敵ありそうな感じだね。うん。EX ドラゴンキック追加がある。ああ。あ、こういう技か。まあ、ガードされてたらこう逃げるってことができるんだね。いやはぁ。真上はいけないんだ。斜めかな、横か。最大ダメージとかあんのかな、これ。全部同じ方、全部前でいいのかな。こういう時ぐらいは見るか。ほんと邪魔だよな、このなんかデカさがさ。スパ4はさ、キャラ被んないのにな、上の方にあって。154。全部前で154。同じか。何やっても154だね。はい。これ弱ってことで違うの?追加は全部弱と変わんない感じだな。で、空中ドラゴンキック。ああ。
追加2力かな。あ、こういってこういってさらに追撃できるのかな。あー、わからんな、いけそうな気もする。無理か。いけないか。空中から普通の弱のやつは隙が少ないんだね、これ。つながる。弱パンからつながる。パンチ系はやっぱキャンセル可能。あ、じゃ、大キックも、強キックもキャンセルできるね。うん。あ、空中強はほんと遅いな。強攻撃、強キックからつながんない。こういうのは強いんじゃない。これも EX 版。これもやっぱり、同じか。同じだね。ドラゴンテイル。ジャガキだな、ジャガキ。空中か。あ、降りるんだ。今日は、どこでやっても後ろに下がる。こいつかな。ああ。まあ、黄金のかかとっちゃ黄金のかかとだけど。やっぱこの声といい、アドンにしか見えねえよな。今日は2回。EX、EX は2回。お、でかい。飛び道具みたいになってるな、これは。バックステから。バックステから出せる。ちっちゃいな。足が当たんないとダメなのかな。あ、今日の方はでかいね。ぴょんぴょん飛んでるね。中段じゃないのかな、どうかな。中段じゃないな。X1も違う。めくったね、今。全部冗談か。そこはアドンとは違う。で、バグレス拳、波動パンチ。連打技じゃないな。追加入力は。連打したら出たか。さらに波動パンチか。ああ。ああ。はあ、今日の方が一つが多くて届かない。ああ、この当たり方はちょっと危ないね。これ先端だと危ないな。で EX 版は自動で出る。おいし可能かな。あ、いろいろ入るね。待って、場所が EX 版だと出ない。なんかこのゲーム同調子の入力ちょっとシビアじゃないか。違う、竜巻だな。逆勝利入れてた。あ、中央では届かねえのか、これは。しゃ、中央だったら、あ、これも届かない。中央じゃちょっと追い打ちしづらいか。端専用か。あと EX 版とかの。EX なら入るっていう感じか。うん。なるほど。で、超品3つあんだね。ドラゴンダンス。ああ、演出長めだね。これは乱舞技っすね。いや、ほーい。結構飛ぶ。スパキャンがなんか、地上のスパキャンが、
あら。これ端だと落ちできないのかな。あ、ダメか。あ、ダメだね。通常技は。通常版から落ちかの、落ち不可と。飛ぶねー。演出長えな。長いですね。セリフがワンパターンすぎるけどね。ああ。で、ドラゴンバック。これ知る人ぞ知る。昔の通常投げ。通常投げだったっけ？ドラゴンバックフリーか。なんだっけな。ガロワンからあるんだけど、この技は。弱がその場投げで、強が移動投げですね。結構飛ぶんだね。何言ってんのか聞き取れねえよ、これ。ドラゴンバックフリーか。喉が潰れるのかな。どうなってんだ、こいつは。まあ、使いやすそうな投げ技ではあるけど。こんな感じこんな引っかかるかな。引っかかりそうな気がするな、なんかな。硬直短いしな。あ、そんなリーチは長くないか。みたいな。まあ、さすがにな。これは狙うなと危ないけど。で、あ、繋がってる？あ、移動技の方も今日から繋がるね。ほう。あ、いけるじゃん。爆裂剣のフィニッシュの1段目はスパキャン可能で。いろいろ入ると。こういうのも入ると。ああ。これはマックス版の足。で、ドリンク飲み出たな。黒服のなんか怪しい奴らがドリンク投げてくれてたんだけど。キモい。完全にトリップしとる。攻撃力アップってことでいいのかね、これは。あ、技パワーアップすんだ。技がパワーアップするんですね。ひゃっほーい。ブハハ。これ何飲んでんだろうな。よくわかんないんだけど。テンション高いね。他は何なんだ。やっぱ攻撃力アップは多分あると思うんだけど。あ、速くなってる、もしかして。スピードアップとかある？あ、そんなことないか。元から速いか、これ。何なんだろうな。技の性能変化とかなのかな。ちょっとそこは詳しくはまだわかんないですね。で、ファイナルドラゴンキック。声がやべえな、こいつ。これはまあ、対空で使う感じが、かな、割り込みとか。あら？これだけ？ロックするのかな？近いと。ちょっと。ああ。近いとロックするんだな。遠いと、ガリガリガリいく。ガリガリっと。でもそこそこ減ってるね、これ。うっほ。そこそこ減るね、これ。あ、大丈夫。浮かせてもロックする。なるほど。こっから出せんのかな。こっからマックスキャンは無理か。ブハー。ブハー。あ、出ないか、これ。あ、発動してねえか。ちょっと待った待った。あれ？酒飲む必要なかったな。違うな。これで、こうだけ行って、
なんでバキンっていけんじゃないかな。あ、いけたいけた。減るね。発動して酒飲んだら、あの最後の蹴りからもいけんじゃないかな。おぉ。下ベロンベロン出してたぞ、今。気持ち悪すぎるな、こいつ。完全にイカれてる。こいつはイカやばい。やっほー。これは無理か。後ろ下がっちゃうもんな。途中でキャンセルしないと、ダメっぽいよな。あ、全くいけない。全くいけないか。マックス版はどうすかね。酒も飲んでみる。酒じゃねえかな。ほらー。あ、出ないですね。これは出せない。こいつのマックスキャンはバックブリカからのみか。なるほどね。どうしようかな。時間がだいぶ来てるが。何するんだろうな、こいつは。空中コンボばっかになっちゃうな。空中お手玉的なものが、あんのかな。こういう感じかな。こういって、着地してまたこういってみたいな。ちょっとそういう感じだと思うんだよね。地上で、ループできんの爆裂剣しかないもんな。一個しかないからループならないもんね。行ってみようか。なんか難しそうだよな。空中技はあるキャラは多分難しいんだよね。よし。フォアジャイはね、カラーは、白。地味ですね。フォアジャイって体のなんか、肌の色をね、いろんな部位に分けて、こう色変えられるんだよね。フォアって HWA でフォアって言うんだ。なんか、首だけ違う色とかさ、足だけとかできるんですよね。しゃあ、ダウン取れないよな、これ。ダウン、ドラゴンキックじゃないと。まあ、これだよな。置き攻めもしやすそうだしね。ドラゴンバックブリーカーの声が気になるな、やっぱり。いきなりちょっと長くないか。一個の技でスペース取りすぎて長く見えるだけか。これで、あ、これでいって地上技つなげる。おちなみに、近距離強パンだよな。だよな。はあ、ちょっとうまくやらんと近距離強パンにならないぞ、これ。ちょっとお手本見るか。どのぐらいの高さで当ててんのか。ああ、高さは普通だな。中ジャンプからか。こんな感じだよね。もっと低め。あ、入った入った。で、今日、こう行って、こう。一段目かな。そこを見てなかった。二段目かな。こうか。おい。近距離にならねえな。あ、空振ることもあるんだ。でも、これ投げいけるな。投げありだと思う。高めでいいのかな。はい、高めでいいな。オッケーオッケー。違う違う。え、なんか抜けてるね。
ん？あ、強キック。強キックってことは、あ、なんでも判定なんかこれ。なんでも判定だった。マジか。あ、それ強くないか。なんでも判定ですか。みたいなことができるっていう。いけるね。なるほど。じゃあ、もう一回やり直し。ちょっと難しいか。キャンセルだよな、あそこな。ああ、そこも遠距離強キックになっちゃう。これアドンいきなり難しいぞ。あ、アドンって言っちゃったよ、普通に。ナチュラルにアドンって言ってしまった。よし、オッケー。密着から。EX 爆裂から超飛。これの方が全然簡単。空中技を使われるとな。ドラゴンバックブリーカーから、あ、違う、酒飲んでからのコンボか。酒飲んでこういって、こういって、あ、こういってこう。あー、なるほど、これで浮かせる。おお、これ酒飲んでると変わんのこれ。あ、なんか浮き方が変わるね。浮き方が変わるのか、フォア時代の硬直が短くなってるのかわかんないけど。で、強、強、弱、爆裂拳。で、こういって、またこういって、こういって、こういって。はぁ、なるほど。発動なしでこんなお手玉できるんだな。ああ、出なかった。間に合うかな。ダメか。やり直しか。やり直しですか。ああ、間違えた。もう一回、酒飲み直しはできないんだな。ああ、弱やし。めんどくせえな。あ、最速が出しづらい。あー、当たんなかった。ぐはー。あー、で、弱だ、弱。え、弱、強、強か。今弱出してた。なんか難しいな。よくわかんないんだけど難しいぞ。え？あ、スパキャン、スパキャンじゃない。キャンセルできてなかったな。うん、当たんね。早すぎたかな、今のは。難しいね。タイミング測んないといけない？ああ、今度は最速。これはちょっと、まあ、覚えればいけそうだけど、覚えるまでがな、大変だな。ああ、一個足りない。
早い。タイミングが慣れないな、まだ。あー、なんか違う。だいぶ時間かかってますね、フォア試合。あー、難しいぞ。ちゃんと2段当てる高さで当たらないと。おお、普通にコマンドミスまで出始めたな。早い。あー、なんとかだった。うはーこいつは厳しくなりそうですね。これ長期戦の様相を呈してきましたが、まだ5個目ぐらいでしょ。だってあれもう意外と来てるか。7か。ジャンプ今日、はい、スライディング、今日、スライディングめり込ませて発動かな。強パンがすぐ出るな、なんか。なんでだろうな。うん。で、今日から今日行って、あれ、こういうことじゃないのか。あ、ちょっと遅め。当てて、こう空中空中空中でずっと行くんだな。あ、恐竜強竜巻弱のループか。で EX で着地してマックス番長比 EX 番長比。はい、あーギリギリ入った。いや、これはまあもうお手本見るしかないっていう感じでねお手本見たら竜巻も勝利も両方とも遅らせてましたね。ディレイかけないとダメだった。難しかったですね。長いぜ。あ、指導は同じ。これまたあのやっぱスライディングから BC を押しただけで強パンが出るんで、もうそれでやってますね。で昇竜竜巻着地すんのか。着地してからか。ああ、ドラゴン行って、こう行って、こう行って、このループか。このループね。ああ、まあ、覚えればいけるかな。最後が爆裂剣から、じゃあそこだけやってみる？違うな。こんな感じだよね。最後はこれか。オッケー。よし。よし、いけたー。今のは、低空で爆裂剣当てるのが難しかったかな。他はそうでもないですね。パターンはそんなに難しくはない。爆裂剣、ちゃんと3発当てないと追撃できないみたいで、そこだけでしたね。これが、9番目。はい。ジャンプ強パン、空中からか。ああ、これ指導か。まあ、端なら、近距離強パンは繋ぎやすいですよ。こう行って、こう発動して、こう行って。で、こう。で、こう行って。あ、爆裂剣なしか。爆裂剣なしなら簡単なんじゃないか。そんなことはないか。そんなことはねえだろうな。これで当てた後に着地で弱入れてるね。で、今日行って。お？これの後に、
これの後になんか、カス当たりからこれが入るってことか？マジでか？5ゲージコンボだよね。やってみようか。あ、違う、これじゃない。長い長い。カス当たりじゃないと。あ、なんか入りそうな感じがするね。確かにね。あ、入るね。なるほどな。なるほどですね。よし、チャレンジ行ってみるか。なんかいけそうな気がするぞこれ。上見ながらやる余裕はあるね。これは上見ながらやれる余裕はある。違うね。フラグっぽいこと言うとこうなるからな。早すぎるか。お、お、あ、違うな。コンボのバリエーションがいろいろあるんだな。こうか。はい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 。ずっと俺上しか見てないですけど、ずっと上しか見てない。はいはいはい。あ、最後の膝蹴りみたいなの入んないとダメか。高すぎてもダメか。これ全部1段目1段目でいってるけど、もっと当てないとダメージは取れないだろうな。でもそうすると難易度上がるんだろうな。おっと、ああ、ちょっとつい竜巻を2回出しちゃうね、前のコンボのせいで。このぐらい。オッケー。そんな難しくなかったですね、これは。本当ずっと上見てたけどさ、画面見てねえって。よし、次でラストですね。中途半端な距離だな、これ。なんだこれ。おわって書いてあるの。爆裂剣使いまくるコンボ。これはどういうことですかね。酒飲みコンボで、爆裂剣から爆裂剣が、あ、爆裂剣フィニッシュか。どういうことこれ。発動して、あ、酒飲んで発動して、ちょっと待って、発動して、何これ、スライディング、何これ。あー、わかった。浮かせない地上コンボか。そういうことでしょう。こういうことでしょ。爆裂剣フィニー、これ酒飲んでないとダメなのか。あ、2段当たらねえんだ。酒飲んでると、ん？そういうことじゃないのか。硬直が伸びんのかな？ちょっと待って。違う。
あ、強パンが当たらない。こっから強パンが、あれ、あ、2段当たるよね。ちょっとよくわからねえな。酒を飲んでないと2段当たらないんだよ。あれ、普通に当たるじゃん。酒飲めってのは単にダメージアップなのか。まあいいや、やってみるか。おらっちゃう。どこだっけ、この辺か。コマンドを間違えてたわ。あれ、まあいけるそうな感じになってきたぞ。タイミングが覚えてきた。タイミング覚えてきましたよ。今発動忘れたけど、スライディングちょっとめり込ませないと爆裂拳が当たらないんでね。そこだけディレイかけると。今めり込ませてなかったですね。これ弱でやってるけど、多分強だともうちょっと余裕あるのかな。強だとでもただゲージが間に合わないんじゃないかと思って弱でやってたんだけど、そんな感じでもなさそうだよね。別に間に合いそうな気がするわな。今もう弱でタイミング覚えちゃったから弱でやるけど、強パンが挟まると届かないですね。遅すぎてもキャンセルはできないと。というかスライディング単発キャンセル可能なの。キングと一緒か。よし、今度こそ、今度こそ、よし、出た。よし、キモすぎるよこれ本当に。どうなってんだこいつは。よし、クリアできました。まあ全部合わせて54分ってとこですね。54分。まあ1時間以内で終わるのがいいよねと思いました。はい、じゃあまた今年もどんぐらいまで続くかわかんないですけども、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。